ちるために。こっちが根っこが強い、病気に強い大義のトマト、大義の方で、こっちが、はい、まあ、トマトができる苗を今こうやってここをカットします。俺がいつもありやすいのがなかったら、まあ生きてるので素早くコメリ1400ラムですけど、まあ、これくらいしてみますか。花屋さんも来てるもんね。つなぎ角度同士でつなぎ合う、ここにちょっと見えると思うんですけど、だからやめたの、それ確かにね、ラビたらポンって切っちゃう。地面くっつけ、こうやってまあ煮物同士を合わせてやると、意外とここからこうやってあと置いとくと、まあこんな感じで、あとは1週間置いてあるので、まあ、くっつくやつはくっつきますね。ダメなやつはちょっとやっぱダメなんですけど、こうやってくっついてます。トマト同士が。来週くらいにはもう今度は隣のハウスにポットがあるので、それに過食やつ仮の植え込みっていうかに植え込んで、今度はそこから大きく育てるんです。このままではやっぱそれこれ以上大きくならないので。